日本香川県高松市高松市の交通高松市の交通は香川県高松市の交通についての項目である。市内は他の地方都市と同様公共交通機関より道路の整備が優先されている。そのため公共交通機関の利用率は低く、高松市をはじめとする香川県は自家用車の分担率が92%を占め、 自動車への依存度が高い都市の一つである。また、高松市内は平野部が多く、平坦な道が多いため、自転車王国と言われるほど自転車が多い。公共交通機関は、鉄道とバスがある。鉄道は、高松こと平電気鉄道が、河原町駅を中心に4方向に放射状に路線を巡らせ、JR が、 高松駅を起点に東西に2方向路線を持っている。バスは鉄道より多くの路線を持っているが、本数は鉄道より少ない。四国における交通の拠点性から言えば、四国内の高速道路を管理する西日本高速道路四国支社や四国内の JR を統括する JR 四国の本社が置かれており、四国の玄関がオウムネ中央自動車道から神戸。 淡路鳴門自動車道に移ってからも拠点性は多少低下したものの比較的高いままである。長らく自動車のナンバープレートは香川運輸支局の交付する香川ナンバーであった。2010年代には高松市を中心とする周辺市長はご当地ナンバーの条件を満たしていた。自動車登録台数は高松市だけで約18万6000台、周辺一市2町では 約20万8000台となり、2006年10月10日に導入された石川県金沢市を中心とする金沢ナンバーの前例と同様に実施前に香川ナンバーとして登録されている自動車の約4割が該当した。2018年5月22日、国土交通省は2020年度からの交付開始を前提に高松ナンバーを追加すると発表した。2020年3月に 国土交通省四国運輸局は高松ナンバーを5月11日より交付すると発表し予定通り交付が開始された。高松空港旅客ターミナル高松空港現在の高松空港は1989年12月16日市民に林の飛行場と呼ばれた旧高松空港が当時の港南町に移転してきたものである。 旧高松空港は1958年、高松市林町の軍用飛行場の規模を縮小し、共用が開始された。滑走路長は1200メートルで、大型旅客機は離着陸できず、プロペラ機の IS-11 が就航していた。1点後の跡地には、香川県が主体となり、高度技術産業工業団地、香川インテリジェントパークが造成され、 香川大学工学部などの研究開発機関や、サンメッセ、香川などの産業支援機関が集積している。原高松空港は滑走路長2500メートルで大型旅客機が離着陸可能になり、1992年から国際線旅客ターミナルの供用が開始され、ソウル、上海、台北への直行便が通っている。 国内の大規模国際空港のうち、関西にはかつて航空路線があったが、現在はない。成田への定期便は、開港から24年を経た2013年12月より、LCC のジェットスター・ジャパンが就航した。空港ターミナルビルは、映画、世界の中心で、愛を叫ぶの撮影にも使用された吹き抜け窓が特徴。 2018年4月より運営が民営化されており、高松空港の名称は、運営会社の名称ともなっている。高松駅の利用客は、JR 四国で最多であり、高松の玄関口である。ため、長距離の通勤通学客や、観光客が多い中心となる駅は、広域的な移動の場合は、JR 高松駅、市内を移動する場合は、 高松琴平電気鉄道河原町駅に住み分けられる。JR 高松駅は四国内の主要路線の始発駅ともなり、本市美山線、土産線の2路線の終着駅になっている高松市の玄関である。ただ、右行連絡線時代の名残で高松港に位置しているため中心部からは北寄りに外れている。高松駅から西へ伸びる JR 予算線は、 高松駅を出て、こう東川を渡ると一旦南西へ折れ、旧国分寺町と木梨の境目付近で再び西へ向かうルートを取る。一方、東へ伸びる高徳線は、高松駅から一度予算線とともに、西へ向かい、西田から寺山付近で分岐し、そこから高松市街の西端を大きく迂回するようにして、東へ引き返すようなルートを取る。この時、 岩瀬小山付近に高松市内では唯一の鉄道トンネルがある。高松こと平電気鉄道は河原町駅を中心にそれぞれ東、南、南東方向に3路線があり、河原町駅は高松駅とは異なって周辺に繁華街を形成する高松市中心部に位置している。非接触式 IC カードシステム以下を導入しており、 2018年3月3日より相互利用が行われている交通系 IC カードが鉄道線の52駅で使用可能になった。相互利用ではないため、一家のカードでは他社のエリアを利用できない型乗り入れとなる。戦前には市街地に路面電車として市内線が運行され、観光路線としての性格と生活路線としての 性格を兼ね備えていたため利用者も多かったが、繊細で破壊されそのまま再開されることなく廃止された。その後路面電車は走っていないが、現在高松市が LRT の導入に向けて検討を進めている。高松市内を通る路線は、ほとんどが平面を走り、高価になっているのは、JR 高徳線の岩瀬尾山トンネル伊藤、五房川伊勢及び高松琴平電気。 鉄道長尾線、琴平線の国道11号との交差部分である。高松琴平電気鉄道の2カ所は2007年に完成したもので、いずれも主に国道11号、高松東バイパスの渋滞対策として行われた事業である。森土の部分も含めれば、琴平線の観光通以南、栗林公園駅北もそうである。香川県の計画では、 河原町駅北の琴平線も高価になる予定であったが、県財政の悪化などによる中断の後、2010年に事業の中止が決定した。上記の LRT の導入構想には、高価化に伴って高松駅隣接地に乗り入れる予定だった琴平線と JR 線の連絡改善も目的の一つに含まれている。高松市内で電化されていない路線は、 JR 高徳線のみである。市内における保有路線は予算線の全線で、香川県内では本市微山線も保有路線である。市内の厚生南町にはコンテナ貨物の取扱い駅として高松貨物ターミナル駅が一致し、臨時車扱い貨物のみの取扱い駅として高松駅も所属している。また、高松貨物ターミナル駅には、 日本貨物鉄道関西支社四国支店が所在している。薬理山には四国ケーブルの薬理ケーブルで登ることができる。かつて観光地である八島には八島登山口駅と八島山条駅を結ぶ八島ケーブルが運行されていたが、運営会社の八島登山鉄道の経営破綻により2004年10月16日に運行を休止し、2005年7月1日正式に廃止された。 河原町駅前バス停高松市内の路線バスは、琴電、バスが、ほぼ独占している。もともとの高松バスとその親会社である高松、琴平電気鉄道直営バスが統合したもので、市営バスの運行実績はない。乗車方式は、後の利前振りで、運賃は、整理券方式の待機録完成。ことで、同様、非接触式、IC カードシステム以下を導入している。 2018年3月3日より、鉄道駅では、相互利用が行われている、交通系 IC カードが使用可能となったが、バスでは利用できない。利用者減少での赤字路線廃止が幾多も行われ、路線は最盛期に比べかなり縮小した。市民の足として利用されていたが、モータリゼーション時代の本格到来で利用者は伸び悩み、2001年12月に、 親会社である高松琴平電気鉄道の経営破綻とともに民事再生法の適用を申請した。再生計画は2006年に完了している。再生開始後に蒸気の以下の導入や社名の変更などが行われた。ことで、バス以外で市内で路線を運行する事業者及び路線は下記の通り。以前は徳島西部交通が高松駅と 穴吹駅を結ぶ路線を運行していたが、2012年3月、限りで運行を休止した。高松市内の道路愛称名については、高松市内の通りを参照高松の道路は、他の都市に比べ比較的福音が広く、郊外の区画整理も行われていることから一部の古い道路を除いて、直線的な道路が多く、大体の道路は直角に交わる。そのため環状線の需要が大きく、 特に都市計画道路である高松市街地形成外環状線の交通量は多い。また、地域の道路の多くは古代から続く上理性の影響を強く受けており、真北を向く道路はほとんどない。そのため多くの道路、ひいては都市全体が真北から東に約10度傾いており、区画整理などで新たな道路を建設する際も、大体その規則性は維持されている。 高松自動車道の高松東インターチェンジ、高松西インターチェンジ間は、郊外を東西に横断しており、上下6車線の国道11号を覆う効果と、上下4車線区間が続くその景観は、むね都市高速道路並みである。ただし、一部区間を除きもっぱら田畑の続く郊外に建設されたことから、高速道路自身からの景観は、他の地方都市と変わらない。 上天神町交差点付近この区間の下を並走する上天神交差点を中心とした国道11号高松東道路は高松を東西に貫く動脈であり高速道路建設以前から交通量は多く朝夕のラッシュ時の交通渋滞が慢性化していたそのため高速道路の建設と並行して高松東道路の上下六車線化や 上天神町交差点の直進車線地下化、主要交差点における横断歩道の地下道、歩道橋化、福道車線の設置など多くの渋滞対策が行われ、その結果、西部の区間の渋滞が減少した。東部の区間については、道路周辺に田畑が広がる光景からしてカビに見え、実際に高松中央 IC につながる林町の佐古あずま、 交差点移動の交通量は、同交差点移生に比べ極端に少ない。しかし、それらの区間も、現在、中心市街地からのスプロール現象が急速に進んでおり、大型駐車場を備えた郊外型のショッピングセンターや飲食店の進出が続いている。現在の中心市街地が、鉄道も含め港湾部の他辺に偏りすぎているため、高松中央 IC のある内陸平野部に、 出先企業が多数移転する傾向が続いていて、市街地のビルが空洞化している。これら道路網の完成により、鉄道、船舶交通から高速バスを含め自動車交通に本格的にシフトしている現在、中心市街地が現在の港湾地域に位置する意味が問われる時が来るかもしれない。国道436号は国道30号と国道492号は 国道193号と高松市内では全線、重複しており、単独路線としては存在しない。会場より高松港を望む多摩棒派邸東大高松は港町でもあり、航路により近畿方面、山陽方面、小戸島など瀬戸内海の島との航路がある。かつては本州と四国を結ぶ主要国鉄航路であった右航連絡線があり、 四国の玄関と言われていたが、本州と四国を結ぶ橋が高松から離れた地に3本もかかり、船舶の交通の要衝としての地位は低下した。しかしながら、高松港と宇野港を結ぶフェリーや、高松東港と神戸港、新港フェリーターミナルを結ぶジャンボフェリーなど、いくつかの旅客船航路が存続しており、港町として発達してきた古き良き時代の名残を残している。 ありがとうございます。